若様、私たちは最後の資本人なのですよ。本当に皆を追い出されるのですか？誰が。心配せずとも、自分の世話くらいできる。まだお小さい頃に奥様が亡くなられ、今は旦那様まで。残されたのは若様ただお一人。もうこれが最後になると思いますが、若様。くれぐれもお体にはお気をつけて。楓原家はついに拙者の代で解体してしまった。だが父上の言う通り、生活に縛られてはならぬ。かような放浪の身が拙者には合っているのやも。神の目は神の視線から来ているそうだ。ああ、俺も思っている。だが、神の眼差しを向けられるのは必ずしもいいことばかりじゃないよな。かもしれぬ。家を離れてからというもの、